まめだぜ。金慶さん、雄一郎さん、クジラさん、山田さん、ユースさん、トナチュさん、ウトピンさん、クリスさん、中崎さん、納豆巻さん、新平さん、信近さん、鈴木さん、コロコロさん、黒猫さん、ノームさん、ゆずちゃんさん、リモトさん、ビロさん、ミルさん、小悪魔奈緒さん、ゆういちろうさん、ゆういちろうさんも読んだ、ごめん、タイガーマスクさん、つかさん、こんばんは。マジか、青海とかぶった。マジか。じゃん。まあいいや。今日も配信レッツゴーです。じゃん。今日はですね、誕生日プレゼントを、もらったので。じゃん。あれ。という、扇風機です。これは、モバイルバッテリーでも、にもなりますっていう素敵な商品です。まあ、いろいろ使います。このタンプレは親戚のおばさんからもらいました。はい。涼しいでめっちゃ。なんかこれもなんか電池も入ってるから電池でも使えるし充電しても使えるしみたいな感じです。ラウリさんこんばんは。サタボーさんもこんばんは。面白いです。ノーデブです。ノーデブイエスぽっちゃりです。サンナ T シャツです。もう便利ですよね。これから暑くなってくると思うので使います。いっぱい。なんかどっから呼吸が出てきた。なかなか便利ですね。玉木さんこんばんは。その T シャツいいな。いいでしょ。これももたも持ってます。ももたピンクだったかな。ももたも持ってます。ノーデブウェイスポッチャリ行きましょう。夢に見るくらい全力です。なんかそんななんていうんですか、本当にすごい内容だったんです。まああんま詳しくは言えないんですけど、すごい内容だったんですごかったです。なんか本当にねすごかったんです。まあちょっと伝わらないんですけど、まあそんな感じだぜ。てかさん、またねテストが近づいてきましたよ皆さん。本当にやばい。何か追っかけたというよりかは何かに追いかけられてた感じです。はい。何かに追われる夢。ね。マコピさん、マコピさんこんばんは。そう、テスト頑張ります。本当に頑張ります。本当にやばいんですよ。ちょっと頑張ります。でも割と数学はいけそうなんですよ。連立方程式なんですけど結構スラスラ解けるので、あ、数学は多分いけるっていう自画自賛です。何がやばいかな、なんか社会では公害とかについて今ね習ってて、そう、あとねなんか九州地方について出るらしいです。はい。理科が一番わかんない。理科本当に何やってるのかわかんない。あれができないです私。化学式
ああ、もう無理。えさくさん、えさひろさん、こんばんは。かけつばたさんもこんばんは。英語余裕やろ。英語ね、どうなんだろう。英語何が出るっけ。なんか、文法が本当に無理。九州地方の何を勉強したんですか。なんか工業とか自然災害とかその他もろもろもろです。だから今日は公害について習いました。まあ九州だけじゃないんですけど、公害はなんか水俣病みたいなのについて習いました。そのなんか水平リーウェイも里香保さんに、もう外カホさんしか頭にないから、あのね、もう僕のカホになっちゃうんですよ。ふにならないです。七曲がりシップスクラークかって覚えられないんですよ。なんかどうなんだろうね。おるさんに聞いてみ、おるさんに会わないですね。おるさんに会ったら聞こう。物を投げないの。痛い痛い病とか、あと四日市喘息とか、新潟水俣病を習いました。今日はそこは覚えてる。なんかある。よいしょ。なんか理科は本当に化学式が無理で、なんか酸素の化学式はみたいなんですか。酸素は記憶の限り O2 なんですよ。お疲れ様です。だからねえですね、O2、酸素は O なんですけど、原子記号は化学式に直すと O2 になるんですよ。なんかそこが分かんなくないですか。分かんない。あと何があるかな。水はなんだっけ、 H2O だった気がする。 H が水素、じゃあ水素か、水素か。水は水の原子記号、水の原子記号はないですね。水素が H だから多分 H2O で、酸素が、酸素じゃない、二酸化炭素が CO2 ですね。赤ちゃんが今日勉強したこと、何だったか覚えてないんだけど、どうしよう。美術、美術はまあ普通にお絵かきしましたね。まあ赤坂は美術の時間、人間の絵が描けないので、いつも人間の絵は描いてないです。次に2時間目が理科でした。理科は酸化銅と、酸化銅、酸化銅はなんだっけ、酸化銅は CH2O みたいな、わかんないんだけど、こんな感じです。何を書いてるの。なんか自分でポスターを作ろうみたいな、なのでポスターを作りました。 CH2O じゃなかったっけ。得意科目は理数じゃないよ。理科は一番苦手ですね、今。なんか理科は、全然ダメですね、本当に。中坂の原子記号は M3 でお願いします。M3 で。私の得意科目は、なんだろう。
豚さんの原始記号。すみません。大丈夫です。すみません。待って。デスケインの原始記号はもちろん栄です。M3 はまあなんとなくです。じゃあ M6 にしよう。 M6 で M6 で M6 いいね。 M6 で皆さん覚えましょう。中坂の原始記号は M6 6で。キャンさん、こんばんは。そう、MM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 
CH2O は硫化アンモニウムでした。難しい。おにぎりの日なんで、オリジナルおにぎりポーズお願いします。これは桃太ですね。桃から生まれたなので。ねえ、なんかいいポーズないですか。中坂は M が好きというよりかは、あの、ミユの M でお願いします。中ちゃんの M じゃなくて M で。おにぎりポーズ。M6 そうですね。でお願いします。なんかね、こういう 手元でできるポーズが欲しいね。携帯で隠した意味は特にない。なんかめっちゃウィンク得意になったかも。やばくない？本当に得意になったわ。やばくない？ウィンク目、おー、ウェーイ。ね、公演ね、次いつ出るのかわかんないよね、みんな。えい、えい、3日連続だぜ、ベイ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 。トリマ、読みます、ギフト。ペガーマスクさん、お花、ありがとうございます。クジラさん、ダルムと、かわいいと、ダダダダダ。ありがとうございます。キョッピさん、甘々カメちゃん、カメちゃん、カエルちゃん、ゲロゲロック、
あ、いいね、ゲロゲロックっていう名前じゃ。ゲロゲロック、ありがとうございます。アルマチさんかわいい、ありがとうございます。カツカツさんかわいい、ありがとうございます。黒猫山中さん、ハートありがとうございます。ケンケンさん、ハートありがとうございます。黒猫さん、だるまさん、ありがとうございます。キョピさん、かわいい、ありがとうございます。黒猫さん、ハムタブとゲルグルック、ありがとうございます。イエーイ。あ、カツカツさん、お花ありがとうございます。じゃあランキング読みたいと思います。いきます。 XYZ さん、クジラさん、のべちかさん、元山田さん、クローバーさん、たぬちゅうさん、エルちゃんさん、ありがとうございます。 Thank you。 メリーマッチマン、あ、その方々にはウィンクとスクショ。以上。では次は、ま、読みます。13位、フェッシさん、オケマル水産ピーナッツ、ありがとう。イエスさん、ありがとうございます。バウン。12位、猫関さん、ありがとうございます。にゃんにゃん。11位、ムイチロさん、ありがとうございます。にゃんにゃん。10位、マナさん、ありがとうございます。よっしゃー。9位、アリムチさん、ありがとうございます。ピョピョ。6位、エンチボスさん、ありがとうございます。オーテ。おお、ランキングが変わった。毎回見ます。13位、マナさん、ありがとうございます。よっしゃー。12位、イエスさん、ありがとうございます。ボーン。11位、ぬくづきさん、ありがとうございます。にゃんにゃん。見ますか。ボーン。はい、見ましょう。すみません。9位、エンチボスさん、ありがとうございます。オーテ。8位、イーブさん、ありがとうございます。バサバサ。7位、マチャボンさん、ありがとうございます。 M。 6位、トム DD さん、ありがとうございます。クマさん。5位、有本さん、ありがとうございます。ぴょぴょ。4位、ベロさん、ありがとうございます。ブブブブ。もう。3位、キャピさん、ありがとうございます。ブブブブ。2位、ケンケンポニョさん、ありがとうございます。ポニョ。そして今日の1位は、ドク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 、黒猫さんです。イエーイ。はい、ということで、黒猫さん、黒猫さん、ありがとうございます。はい、皆さん今日も見てくれてありがとうございました。いちごパワーさんと、SKE ラララララさん、こんばんは。今日もとっても楽しかったです。はい、皆さん今日も1286人の方見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、シェアギフト投げてくださった方もありがとうございました。 MMU コーディア、こういうポーズでしょ。みんなちょっと拡散、仮に生誕祭があった時にこのポーズができるように。メイクサピアは中ポーズがしたいけど、写真とかはこういうのがいいな。それでは皆さん、明日は朝配信します。よろしくお願いします。まいちゃん、あ、まいちゃん、いや切れるまで待って、いや、まいちゃん、これでお願いします。それでは皆さん、また明日の配信も見てください。お願いします。バイちゃん。